朝プロステオフマサリク広場視聴者、ただいま駅に向かっています。まもなくプロステオフフラブリナードラジーです。ヨーロッパあるあるですよね。街の中心からちょっと歩かないといけないと。街の中心マサリク広場からだと15分ぐらい歩いたところに駅があります。はい、こちらがプロステオフのフラブリナードラジー。皆さんドブリーデンです。プロステオフのフラブリナードラジーにやってきました。今日はどこにサイコロがいざなってくれるのでしょうか。楽しみです。駅構内はこんな感じです。非常に質素、このようになってます。もう選択肢は9時23分のブルノからだな。9時23分ブルノが1、2、3、4、5、6もブルノだけど、11時23分バスってなってる。まあ16ブルノで行こうで、2345ということだな。16だとブルノ5番。ブルノだったらな、結構選択肢広かったのに。シュンペルクか。5番はシュンペルク行きになりました。プロステーフからだと1、2、3、4、5駅。なるほどね。じゃあ行き先を決めたいと思います。終点だ。5しか出ないじゃん。1、2、3、4、5。はい、終点シュンペルクまで行きます。じゃあここでねチケットを買いましょう。はい、切符です。130コルナ。プロステオフから乗ってきた電車です。シュンペルクに到着しました。シュンペルク到着。駅構内ですね。はい、黄色青で綺麗に整ってます。はい、シュンペルク。ただいま11時33分です。して、シュンペルクの街ちっちゃいから、もう1時7分から2時9分の間の電車で次の目的地を決めたいと思います。オロモウツ、ザーブジェフナモラビエ、ハヌショフィッツェ、コーティーナツデスノー、そしてネザミスリツェ、そしてブルノですね。さあ何番が出るか。何番が出るでしょうか。1、オロモウツ。1時7分のオロモウツ行きに決まりました。そしてオロモウツまでは10駅あるので、その10駅の中からどこに行くかですね、決めてしまいましょう。2つサイコロ振ります。
6ということは1,2,3,4,5,6トロウベリッツェスチェットっていうところに行くことになりました。じゃあトロウベリッツェスチェットまではもうこのネットで切符買っちゃいましょう。1時7分、駅前の通りを通って今中心の方に向かっています。このチェコが誇る靴屋さんバッチャ、こっからが中心かな。お、なんか画像検索したら出てきたあの傘の子供たちの彫刻があるわ。まずそっから行こう。こちらが傘を差す男女の彫刻、残念ながらお水は出てないな。これ噴水でお水が流れてるようになってるんだけど出てません。こじんまりとした可愛らしい町ですね。記録ではもう1200年代には町ができていたっていう記録があるんですけどね、まあ、昔からこの辺りではちょっとだけ栄えてたんだろうな。1989年の11月17日に民主化を勝ち取った時に鍵を鳴らして自由化をね、扉を開けたっていうことで、この鍵がキーに、それこそキーになってます。さあここ出ると広場に出るの、おお広場に出るんだね、すごいすごい。視聴者ナーミスティーミールなんだね、平和広場です。洗礼者ヨハネ教会、ここも城壁だね、残ってるんだ。お花屋さんが並んでいる道です。おお、こちらもおしゃれに並んでます。何気にシラーの胸像があります。でこちらにはヨーゼフ2世がいますね。視聴者のところからちょっとだけ離れたらもうこんなに賑わってますね。オープンテラスとかも出てます。おしゃれな街ではあります。レギオパンサーが発射しました。なかなかストイックにはなれないものでですね、トーベリッツェには何もなさそうだったので一つ隣の駅ウニチョフで降りました。ウニチョフの駅シンプル、中心までは15分ぐらい歩くみたいです。この辺りからウニチョフの中心地だね。あ、門がある。メデルスカー通り、ここも城門があってということは城壁等で囲まれていた古い町だぞ。この町にはもともと4つの城門があったみたいですね。そして城壁で囲まれていたそうです。町のシンボルでもある聖母マリア飛翔天教会、この先は広場になるな。これはさあ広場になりますね。お、結構広い広場だ。そして真ん中には視聴者、あの塔がこのモラビアの視聴者の特徴なんだろうな。これは立派だ。この広場もマサリク広場というようです。こちらが視聴者の正面、視聴者の横には立派な聖母マリア記念柱、これも結構大きいぞ。
聖母マリア記念中とマリア飛翔天教会、そして視聴者、これももともと縄文だったのかな、ね、城壁に沿ってるもんね、博物館になってる木の橋で、おお、なかなかユニークじゃないですか。これも今ウニチョフの駅に戻っているところです。サイコロの旅の途中ですが、ある目的を見つけちゃいました。その目的を果たすために一番便利な駅にこれから移動して、そしてそこに宿泊します。明日はサイコロではなく、もう目的ある旅になると思います。まずはどこの街に行くかお楽しみに。はい、おなじみの車両です。衣打つ行き、まず乗ります。とりあえず衣打つにつきまして、ここをね乗り換えてまた移動します。衣打つフラブリナードラジー、衣打つの駅前はトラムが走っています。この街はまた来ることがあるから街歩きはしません。さあ次乗る電車はこの黄色い電車です。レギオジェット、電車に揺れること大体1時間ぐらい。オストラバ、フラブリナードラジーに到着しました。オストラバのピボバルビール醸造所オストラバルです。カンティーナ、まあ、食堂は2時までしか開いてない、2時から4時までしか開いてないのでって書いてあったから、ちょっともう今日は飲めない、ここでは他の場所で飲むしかないね。だーっとせっかくビール醸造所の前のねホテル撮ったんだけど、ホテルコロラドです。レストランとストシェルニッツェだから射撃場があるのかな。でここをね予約しました。今日のホテルはなかなかね面白い。釣り竿のコレクションとか、なんだこれは、デュークボックスだな、鹿の角などイノシシ、バイクすごい。そしてここがレストラン、ホテル内のレストランです。アンティークばっかり。ホテルの家具が立派です。ロココっぽい感じ。さあこちらはホテルのそばにあるザフラドニーレストラツですね。まあビアガーデンですよ。オストラバル、この馬がシンボルね。ではちょっとクリーミーかな、美味しい。グラッシュです。なかなか赤いねこのグラッシュ、美味しそうです。